細川茶は織田豊臣の戦乱の世に明智光秀の三女として琵琶湖のほとりに生まれました。名を玉といい、美人として誉れ高く、15歳の時織田信長の媒酌により細川忠興に嫁ぎます。4年後光秀の起こした本能寺の変により逆臣の娘として人里離れた丹後の御殿に幽閉の身となります。2年後秀吉の取りなしにより細川家の大阪屋敷に戻りますが、この人生の変転の中でキリスト教に出会い心惹かれ洗礼を受けます。その後秀吉のバテレン追放令により信者は弾圧迫害を受ける中、ガラシャは密かに信仰を続けました。秀吉の死後家康と対立した石田三成は関ヶ原の戦いの直前、細川を徳川の臣下であるとしてガラシャを人質に要求しますが、ガラシャはこれを拒否。翌日三成が兵に細川屋敷を囲ませると、ガラシャは家老に自らの胸をつかせ屋敷に火を放たせ家中に命絶えます。自殺を大罪とするキリスト教の信仰を貫き、また武家の妻としての尊厳を守って見事に散った38年でした。散りぬべき時知りてこそ世の中の花も花なれ人も人なれ。Thank you.
Thank you.